everything I can is real. Let's do it. バシヒデ Music and Culture。 はい、どうもバシヒデです。ってことで、最近ね、僕メジャーリーグが好きで、メジャーリーグ見てます。はい、まあ見てるというか、まあプレイステーションでね、 MLB The Show っていうのがあって、まあそのプレイステーションのメジャーリーグのゲームをね、やりながらちょっと英語を覚えたいなと思って、ちょっと英語で喋りかけてくるゲームとかやってみようと思って、メジャーリーグベースボールのゲームをやってて、で今ニューヨークヤンキースを取ってね、まあプレイしてるんですけども、なので、もともと僕野球が好きなので、日本のプロ野球とかね、高校野球とかすごい見るんですけど、ね、この間もオールスター戦でね、タイガースの近本選手サイクルヒットね、古田選手についで、まあなんか史上2人目とかなのかな、ものすごい記録が生まれてね、サイクルヒット打ち合いでね、しかも第2戦はすっげえ面白いとか思って見てたんだけど、メジャーリーグをね、最近こうね、凝視っていうかよく見るようになりましたね。まあヤンキースを中心にね、まあ今までは日本人のね、イチローとか松井とかマー君とかね、ダルビッシュとか、そういう日本人しか見てなかったけど、最近はちょっとまあ MLB The Show っていうプレイステーションのゲームをやりつつね、メジャーリーグの選手にも詳しくなってきたので見てて、ね、ちょっと YouTube で見たりしてるんですけども、そう YouTube で見てたらね、この間メジャーリーグの選手がオールスター戦の時に、ここにね、ピンマイクをつけてプレイしてたんですよ。なので、こう、プレイしている最中に、多分アナウンサーとかとも会話してんのかな、なんか、会話してたりする、その選手の、プレイ中の選手の声。で、普通だったらさ、プレイが終わって、なんか、ベンチの裏とかでインタビューとか受けて、今のプレーはどうだったこうだったとかやってるじゃないですか。そうじゃなくて、もうこうプレーで守ってる時にもうすでにこう守ってる時にもうすでに会話してんの。なんかアナウンサーなのか何なのかちょっとね、わかんないけど、こう詳しく中継を見せたわけじゃなくて YouTube で見せたからね、こう部分部分で見せたんで、詳しいことはちょっとあれなんだけども、多分あれアナウンサーとこうしてね、守ってる時に喋ってたっていう感じで、でおそらくね、あれ多分打席とかでもこうそのピンマイクつけながら打席とか立ってると思うんで、多分打席のね、その声とかもね、こう入ってんじゃないかなと思って、ね、だからよくさ、こうバッターボックス入って、何今のストライクみたいなことを審判に喋ってたり、こうキャッチャーに今のカーブとか聞いてたりするときあるのよ。そういう会話とかがね、もしかしたら聞こえてたんじゃないかなと思ってね、さすがアメリカ面白いなと思って見てたんですけどね。まあ気がついたのは今年だったんで、まあ先日だったんで、以前からやってた可能性はあるけど、うん、すげえ面白いと思って。日本ももしかしたらやったことあるのかもね。あるのかもしれないけど、ね、日本もそんなんやったら、すっげえ面白いんじゃないかなと思って見てたんですけどね。はい。まあちょっとこれは余談というかね、全然今日のも、この動画の趣旨とは違うんですけども、はい。今日はですね、紹介したいものがあります。それは何かというと、こちら！はい、というわけでこれね、わかりますか、なんだか、ついに買いました。 LG 製のね、 LG 製の 4K モニターですよ。 4K モニター 27UL850 というタイプですね。これがですね、以前からもう Amazon でね、僕欲しいものリストに入れて狙ってました。で、これがね、6万8000円まで ね、値段が落ちてました。はい、僕がね、買いたいなと思ってた時は7万8000円ぐらいしてたの。ちょっと高えなとか思ってたんだけど、6万8000円まで落ちました。もしかしたらね、新しいタイプの似たようなのが、まあ、アップグレードされたのが出る可能性もあるよね、値段が下がったってことはね。うん、でもね、ちょっと、まあ、前から欲しいなと思ってて、モニターを欲しいなと思ってたところにね、値下げしたんで思い切って買いました。はい、というわけでちょっとね、まあ、買った理由の一つとしてはね、僕のね、Mac ね、ね、ちょっとですね、こう画面に見るかな、こう画面に亀裂が入っちゃってんすよ、画面にね。ちょっとカメラを倒してしまって、で、まあ別に全体的に問題なくて、使ってて、まあ、ほとんど気にならないんだけど、やっぱりね、いい気持ちはしないですよね。うん、で、いろいろね、Mac の画面直そうと思って見積もりとか取ると8万円とかすんのね。8万出すなら次のね、モデルが出るのを待ってね、次の買った方がいいんじゃないかなっていうのもあったりして、ちょっとモニターをね、欲しいなっていうふうに思ってたんです。で、今回思い切ってね、こちらの LG 製のモニターを買ったということでね、今日はこの
開封動画、そしてね、ちょっと僕のね、机周り、デスク周りにね、セッティングしてね、どんな風になるかっていうのをお届けしたいと思います。イエス、バシヒデでですね、今回このね、モニターをセッティングするにあたって、その他ね、いろいろと必要なものっていうのもね、はい、買いましたんで、その辺も紹介していきたいと思います。まずはね、このね、サテチドットネット、ちょっとメーカーがね、サテチかな、 SATECHI、 あんま聞いたことないですけど、これ Mac 専用の Bluetooth ワイヤレススマートキーボードのホワイトね、これ Apple が出してるのとね、なんか似てますよね。そう、とりあえずこの Bluetooth ワイヤレスキーボードも買いました。はい、詳しくはね、後で詳細載っけとくんで、そちらをチェックしてください。あとは、やべ、買った。はい。このね、金属を買いました、金属。これ何でしょうね、金属プレートを買いました。はい、この金属プレートね、何に使うんでしょうね。はい、この金属プレート、それからこのね、こちら、ちょっとなんだかよくわかんないですよね。これね、モニターアームです。モニターアーム、ガススプリング式のね、モニターアームを買いました。はい、でこれをね、今からね、僕の机の上にね、まあ、デスクに、この付属のね、モニターに付属の足スタンドつけて置くっていうんじゃなくて、僕はスタンド、アームスタンドにつけて、で不要な時はこう奥に引っ込めて、必要な時に前に出すっていうね、そういうスタイルにして、机の上をね、広くね、使いたいというふうに考えましたんで、それを買いました。今からセッティングしていきたいと思います。これ多分スタンドアームだね、スタンドアームの、なんかスタンドの部品。で、今回のね、この大目玉ですよ、これ USB-C ケーブル。USB-C ケーブルだからこのモニターを買ったんです。ディスプレイポートケーブル。ね、なんかいろいろプラスチックついてます。ほっ。CD。LED、LCD モニター、なんかディスクが入ってますね。しかもこれ丸裸で入ってました。丸裸で。すげえな、日本の企業で考えられないというね、こういう、さすが海外の企業ってよくあるよね、こういうのね。すげえなと思って、はい、丸裸で入ってたなんかのディスク、何なんでしょうか。よし、おお、すげえな、これなんだ、これ何なんだかよくわかんない。これアダプターか、なんなんだこれは。 AC アダプターだね。 AC アダプターでかっ。でかいね、こんだけのものが来るとね、でかいっすね。よいしょ、重い、マットスロールの。でこれがね、スタンドだよね、スタンドの部品、スタンドの部品で、今回はこれ使わないっす。これを使わずにモニターアームを使ってね、つけますんで、お楽しみに。じゃあここで一つ一発ギャグやっておきましょう。送りバント。さあついにね、出ますよ、これこいつです、こいつ。いやもうね、2年ぐらい待ちわびたこの時がやってくる。2年は経ってないか、1年半ぐらい前にね、欲しいなと思って、ついにこいつがやってきたよ。我が家に、頑張って働いててよかったよ。よっしゃ、イデオン LG モニター。出ました、これです。ちょっとやっぱ画面じゃ良さは伝わんねえだろうな。これですよ、これで。はい、ちょっとこぼさないね。 USB-C がね、ついてます。 USB-C ね、ここに、大変便利で、ここに
USB-A かな、これ普通の USB が付いてたりしてハブにもなりますよってことだよね。よし、で今からセッティングねしていきたいと思います。はいはい、非常にねちょっと散らかってる感じに見えますけどね、これが今の状態です。まあ、ビフォーアフターをやりますんでね、こんな感じになってます。この机いつもねこう Mac をここに置いて、でこの辺にこうこうやってねキーボードをねこう置いたりして、こういう感じでねいつもやってます。で今回はこのねここにモニターをセッティングして、でこの Mac をですねこいつねこの今ちびまるいるよね、ちびまるちびまるがいるこのねところに Mac を置いて、でこの机の上をもうちょい広くしようっていうねそういう考えもあります。はいはい、それでは今からセッティングしていきたいと思いますので、セッティング後の僕にお会いしましょう。イエーイエーイエーイ。はい、というわけでございまして、こんな感じでですね完成しましたでございます。完成しましたでございます。いやー疲れた、いやー疲れたよ。でね、感動の第1投目行ってみたいと思います。このね下の部分にね、まあ、スイッチというかねスイッチがあって、これを押します。ピーンと鳴ってですね、はい来ましたね、来ましたモニター、 LG のモニターね来ました。でねこれちょっと設定がねこのままではちょっと実は動かないんですね。はい、この設定があって、ここのねディスプレイ環境設定というのをね、これ Mac の場合なんですけど開いてですね、これね配置っていうところでこのディスプレイをミラーリングっていうのをチェックを入れると、このように映りますね。まあ今のところちょっと他のやり方もあるかもわかんないんだけど、今のところ僕はこれでこいつに映しました。はい、でちょっとなんか見てみましょうか。音が出ねえぞ。はい、こんな感じでね今見てください、これどうですか、これ感動的だな、感動的だ。こんな感じで映っております。うわすげえ画面綺麗、やばいっすね。はい、というわけでねこんな感じでね、うん、完成しましたよ。はいはい、でまあ机がねちょっと汚れちゃってるんだけど、机がねもう Mac をねこちらにねセッティングしたことにより机がこう広々となりましたので、まあエブルトンプッシュを置いたりね、でこれが先ほど今回買ったキーボードね、キーボードなんですけど、まあ机が広くなったということでね、これでいろいろとね楽器を置いたり、ここで勉強したりねいろいろとするのにまあスペースができたということです。はい、で先ほどね紹介したねこれ何だったんでしょうって言ったのあったんだけど、これはこの板ですね、滑り止めの板、はい、これを直接ねつけるよりもこの滑り止めの板があれば、まあ、僕の机これ木でできてるんですけど、滑り止めの板、こういったね滑り止めの板です、これは滑り止めの板ね、こういう感じでアームがあって、はい、
ですね。で、アームはね、今これ最大ね、こんな感じで伸ばして、まあ、正面から見ると分かりづらいんだけど、まあこんな感じになってます。はい、今伸ばした状態ね。これが伸ばした状態で、これだとね、ちょっと椅子座った時にちょっと近いんで、普段はね、こうちょっと今折りたたんでるの分かりますかね。こう折りたたんで、こんぐらいね、さっきと比べてみると分かりますよね。にしてます、にしようかなと思ってます。まあいろいろね、これから使っていってどうなるかってとこですね。はい。いやー、噂にはね聞いてたけど、こういう感じになりましたね、僕のデスク周りが。はい、かっこよくなったね。だいぶかっこよくなりました。はい、今回はですね、 LG UL850 というねタイプのものです。こちらね、購入して、まあ、今セッティングしたところね、です。いろいろとね、こうやってキーボードとかもね、今回買って、アームを取り付けてっていうね、そういった、動画でした。はい、いやー、非常にね、感想としては気に入ってます。はい、いろいろとね、今後これからね、いろいろとちょっといじったり、どういう機能があるのかとかちょっとまだ分かんないんで、まあ、ちょっとその辺やってみてね、またね、これいいですよとかね、その辺もお伝えできたらいいかなとか思ってます。はい、非常に気に入ったな、これやばいな、もっと何かを伝えたい気分、もうやばさを、うん、いやこれは良さそうだぞ。うん、編集とかもね、これで広々使えて面白そうだ、じっくり使いこなそう。はい、というわけで僕もね、ようやくクリエイターのね、いよいよクリエイターって感じですよね、これね。いよいよクリエイターって感じになってきました。はーい、やばいね。サブスクライブトゥマイチャンネルってことでね、いい感じ。ピースアウト。はい、というわけでございまして、今日はですね、 LG のね、4K タイプのこのモニターね、 UL850 というものをね、紹介してみました。まあ紹介というよりはね、購入して開封して取り付けましたというところまでですね。で、取り付けて僕はすごい感動しているというね、うん、YouTube なんかでね、よく皆さんがね、あのモニター買って付けましたとかってやってて結構感動してるんですけど、本当にこれすごいなと思います。うん、すごい映像も綺麗だしね、これで編集もよりしやすくなったかなというふうに感じております。ますますね、いい動画、そしていい音楽が作れればいいなという感想でございます。ね、ゲームなんかやるのにもね、すごいいいんじゃないかなと思って、今度プレイステーション持ってきて、ここで一回ちょっとプレイしてみようかなとかね、思ってます。そういったね、今後使っていて、ここ良かったな、ここ悪かったなとか、そういうところもね、お伝えできたらね、今ね、モニター買おうとかって思っている人のね、参考になればいいかなとも思っております。はい、というわけでね、今回バシヒデの方ですね、終了させていただきたいと思います。いいと思った方はグッドボタン、それからね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。 Twitter やね、Instagram の方もね、ちょいちょいやってますんで、そちらの方も、ぜひぜひフォローの方よろしくお願いいたします。はい、裏チャンネルの方ではね、僕が作った音楽をね、載せてますんで、そちらの方もぜひぜひ、ご視聴くださいませ。よろしくお願いいたします。それではまた会いましょう。バイバイ。